さあ、韓国経済に赤信号でございますけれども、こちらご覧ください。ムン大統領の政策で経済にブレーキがかかるということでございます。最優先の政策100大国政運営課題でございますけど、まず赤弊政策、朴前大統領の汚職に絡んだチェ・スンシル被告など過去の政権時代に積もった弊害や不公正な社会構造を清算する、最低賃金の引き上げ、労働者の最低賃金を約640円から750円に引き上げようという、ムンさんの政策ですよね。この費用に、の費用が178兆ウォン、日本円で17兆8000億円かかる。これはどこから持ってくるか、大企業や高所得者への増税方針であるということなんですけど、朴先生の見方は、韓国の GDP の約7割を占める財閥への打撃がこれ必至であると、韓国経済の成長に赤信号がということなんですね。はい、ムンジェイン大統領は、はい、やっぱり一番大きなあれとしては財閥改革をすると、うん、いうことで大統領に就任したんですけど、結局やったことはですね、まあ、このチェ・スンシルさんというチェ・スンシルゲート事件のこの人の財産を没収しますと、うん、まあ、これは国民に対する分かりやすい政策だったんですけども、はい、基本的にやっぱり重視しているのは雇用対策なんですね、うんうん、若者の雇用対策ということで、まあ、今までその公共部門の若者 その雇用をどんどん拡大するという、そもそも大統領選挙で雇用対策するということで人気になって、うん、公務員を増やすということで、はい、増やすということで大統領になりました。この公務員を増やすということで大体11兆ウォンも、うん、そこに新しい財、うん、費用を当てるということを言ったんですけど、問題はその費用をどこから持ってくるか、はい、例えば日本の今度の選挙でもね、はい、消費税の問題が出てますけど、これ財源がはっきりしないわけですよ、うんうん、だからこれがやはり非常に大きいという問題と、もう一つやっぱり財閥が韓国経済を引っ張ってきたんですが、ここに来てやっぱ法人税の引き上げ問題が出てきてですね、法人税を引き上げるということは非常に財閥が今非常に厳しい状況の中でですね、さらに厳しくなる、さらに厳しくなりますから、なかなか、ね、財閥がやっぱり成長が鈍化していきますと雇用もやっぱり影響を受けますから、なかなかこの問題とのにやってる政策がやはりなかなかこうアンバランスでですね、ジレンマに陥っている辛い立場でございます。さあ、そして韓国経済にブレーキかける要因、ちょっとこちらご覧ください。輸出、韓国は輸出の国でございます。でも国際社会で四面楚歌でございます。輸出先第1位の中国、約15兆円なんですけれども、うん、中国としてはサードの配備は許せないと、中国のとかね、もう丸裸になりますから、それは許せないということで、ヒュンダイ自動車の不買運動と、これつらいですよね。で、2位、アメリカでございます。8兆円輸出しております。これ安全保障問題、アメリカがどこまでお金が払うかという問題でございます。あと FTA の見直しでございます。それに対してやっぱりこう、つらい立場がある。3位が日本でございます。徴用工問題で日本企業が撤退などを言います。歴史認識問題を蒸し返されたくないということで、なかなか、四面楚歌、三面楚歌な状態でございます。韓国はもう、この番組で何回も紹介してきましたけども、はい、貿易で成り立ってる国ですよ。それ貿易には実は3本の柱があって、まず一番貿易依存高いのは中国、その次がアメリカ、その次が日本と、この三角貿易で、まあ、韓国は生き残ってきたと、うん、ところがこの3つともですね、なかなかこのこっちを立てればこっちは立たずという関係が一番露骨に出ているのはこのアメリカと中国の関係でして、はい、サードアメリカの要請の通り北朝鮮の脅威高まってサードを導入してからですね、中国が経済制裁に乗り出したと。で、一番大きいのはロッテのスーパーを全部閉店に置いてた。辛いですね。それから現代自動車も買うなという不買運動で 44% 売り上げが減ったと、一挙に半分になったんですよ、現代自動車の売り上げが。で、一方でこのアメリカがですね、今度また言いがかりをトランプさんつけてきて、言いがかり、まあ、前大統領の時に結んだ FTA、まあ、イ・ミョンバク大統領の時ですね、はい、これによってアメリカの貿易赤字が、まあ、ものすごい増えてきたんで、うん、これは FTA 結んでですね、貿易赤字が出たのは韓国の責任だと。ちょっとアメリカに対して有利な貿易しましょうよと。うん、だから FTA を。その貿易赤字の理解は間違ってるんだけど、完全に間違ってると私も思うんです。とにかく FTA を見直そうということで、もし見直さなければですね、これ FTA を破棄すると言い出したんですよ。でもし FTA を破棄されたら、これまだ現代自動車はアメリカにどんどん輸出してますから、はい、これも日本との競争力が落ちますのでね、これ非常にアメリカとの貿易も厳しいと。ただこっちを立てればこっちが立たず、こっちを立てればこっちが立たないと、真ん中に入ってこの顔ですわ。どんな立つとこないかいな。いや、俺非常に厳しい顔してるわ、春でしょ。いや、なかなか厳しいですよ。厳しいというか、もう何も知りたくない、何も見たくないっていう。中間君、つらいね。つらいですね。これはつらい。もう一点、日本なんですね。やっぱり日本がこの番組でも8月やりましたけど、徴用工問題がありまして、うん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 、これ裁判がこれから日本に不利な裁判判決になると、日本の財産差し押さえ、そうすると日本企業はどんどん撤退していく可能性もある。もう植民地時代の問題でしょ。そうなんですよ。
だからこれをうまいこと解決しないと第3位の貿易相手国の日本まで、ね、相手されなくなっていくということですから、うんうん、三面楚歌。これ経済の専門家、うん、高橋先生、はい、やっぱ韓国辛い状況ですか。この3つで辛いんですけどね、はい、もうちょっと身近で考えてもあの韓国の場所を見るんですよ、はい、ちょっと中国と日本でしょ、はい、これで経済の感じでいくとですね、中国から下から追い上げられて、うん、これで、ね、上からは日本から抑えられる、ちょうど真ん中の感じになってね、うんうん、だからこれね、両方がこけると、あ、両方のどちらか、中国と日本どちらがこけると韓国が非常に調子よくなるんだけど、うん、日本は今調子よくなって上で抑えられる、調子いいですよね、これで中国もそこそ、うん、そうすると居場所がなかなかなくなるっていう、そんな感じがありますね、うん、そうですね、辛い状態、まあ、サンドイッチ現象なんですけどね、はい、まあ、だから最終的にムン・ジェインさんとしてはやっぱりアメリカの安全保障を盾に捉えてますから、はい、アメリカとの関係依存を減らしながら中国とうまくできる関係を作りたいというのが無理やと思ってね、北朝鮮問題があるのか、そうそう、だからサードの配備は許せないと言われても鍵は何なんですか、それを解決する、これはね、これはもうよその国のことなんで僕が言ってもしょうがないですけど、外需依存と内需依存のどっちかなんです、経済成長するんで、うん、外需がきついんやったら内需依存でいくしかしょうがない、国内の経済を、国内経済活性化するんやったら国民がみんなお金持ちになったらみんな物を買うの経済良くなるんですよ、うん、だから大手るんですよ、言われることは。ただそこで一個間違えてるのは、増税をしてそれでこう国民にお金配ろうとするから間違えてる、これ国債をいっぱい発行して国民に配って経済良くしたらいいんです、はいはい、例えばね、最低賃金を上げていくというのはそういう観点からすると正しいんですけど、うん、はい、最低賃、経済成長が十分でないときに、うん、最低賃金を上げてしまうと、うん、これ単純に雇用が少なくなるだけです、はい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 、落ちてしまうわけですよ、うん、だからタイミングが必要なわけ、経済政策をもう少しちょっと、うん、まあまあ経済政策論はね、ちょっと意見分かれるんですけども、うん、あと一つだけちょっと言いたいことがあってやっぱりオリンピックですよ、はい、さあちょっと、はい、ピョンチャンのオリンピックチケットが売れてないとかいろんな問題ございます、やっぱりね、これはオリンピックはやっぱりね、このピョンチャンというのはね、北朝鮮のすぐそばなんですよ、これできんのかっていう話もありますけど、だからアメリカのやっぱりそのアイス、スケートのアイスホッケーですね、チームが来ないとか、チームが来ないとか、北朝鮮は来ないとか、チケットがやっぱりほとんど売れてないと、ちょっとこれ中間君、はい、韓国は非常に辛い立場でございますけども、個人的にはもちろん韓国も僕は好きですし、はい、なんか北朝鮮という脅威があるんやったら、やっぱり同盟国である以上、うん、日本とかアメリカと結束した方がいいと思うんですよ、うん、なんかどこにでも言い返すのはもちろん大事だと思うんですけども、うん、何かを捨てなきゃ、だからそういう意味での一貫性は持った方がいいと思うんですよ、なんちゅう素晴らしい意見を言うんですよ、ありがとうございます。